早速ですが、一番多かった質問言っていいですか？ネムちゃんと先生の出会いは何ですか？初配信前から仲が良さそうでしたが、そこが疑問でした。ぜひ答えていただきたい。あんな仲いいからね、旅行とかもね一緒にいたながらしね。あ、そう、熱海とか行ったもんね、うん、一緒に、ね、あ、そうそう、熱海とかディズニーとか行ったしね。あ、そうだね。うん、なんでだろうね。え、あれだよね、なんか私たちが監獄にいた時の話だっけ。そう、ね、そう、監獄、あの悪いことをしてちょっと犯罪を犯したんですよ、俺たちは。そうなの。監獄にね、閉じ込められてた時に、そう、閉じ込められてて、その時に出会って意気投合して、そう、独房が同じで、そう、そうそう、独房。ネムって天使なんじゃないの？いや、あの、うん、天使だよ。あ、天使なのにさ、独房に入ってたの。なあ、で、独房から、そう、そうね、そう、脱獄して、脱獄したの。俺たちこれからな、プリズンブレイクしたんだよね。そう、覚えてるわ。プリズンブレイクして。笑いすぎだろ。そうね、同じね、模範囚として頑張ってたんだよね。そう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 。あ、でもちなみにあの先生は、うん、結構あのつまみ食いしたりとか。あ、そうね、結構怒られが発生してたかなっていう、うんうんうん、で、まあ、一緒にスプーンでね、うん、あの独房のこう掘ってって脱獄したんだよね。脱獄したね。脱獄してよかったね。よかったね。世界は明るいよ。はい、ということで。何笑ってんねん。いやいや、いや、もう真っ当な答えでしたね。ということで、出会いは、はい、監獄の中で行われて、はい、一緒にこうやって脱獄して今配信をしています、うん、そうですね、これからもよろしくお願いします。はい、はい、これからも頑張ります。はい、はあ、答えられたな。